はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日は、えー、全部、ほとんどあのー、絵の部分が塗り終わったので、背景に塗ってみたいと思います。今日は背景、この紫の3本使って、えー、宇宙塗りをしていきたいと思います。えー、ちょっとだけやったんですけど、宇宙塗りっていうのはこういうふうに、えー、同じような感じの色を、こう、重ねて重ねてちょっと塗っていくんですね。今ちょっと赤紫色を使ってます。 で、次はこの色ですね。で、この重なってる部分をちょっと薄めに塗るのがコツなんですけど、おばばはこの方宇宙塗りとっても苦手で、苦手なんです。で、ね、今回ちょっと練習してみようと思って、宇宙塗りに挑戦してみることにしました。こういうふうにね、えー、同じ系統の色を2、3色使って、重ねて、何、えー、て言うのかな。 こう、宇宙っぽい、こういう、あの、背景にしていくことを宇宙塗りっていうんですね。こういう風にね、次この色を使います。えー、今日使ってる色は、えー、なんていうのかな。紫の濃いやつと、濃い紫と薄い紫、あと赤紫を使ってます。この紫を 3, 3色使って、こう、どん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 、こう、丸塗りしていくんですね。 はい。こういうふうに丸塗りしていきます。はい。えー、あとは多分やってることはほぼ同じなので、えー、これが終わって仕上げの部分に入るんですけど、その時にまた、あの、動画を撮りますね、皆さん。はい。皆さんも宇宙塗り検索してみると出てくると思います。どうぞ皆さんもちょっと宇宙塗り練習してみてください。なんかね、あの、背景なんかによく使う。